はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルエヴェネシのピオタです。さあ今回も東方玉霊級やっていきたいと思います。今回はこちら、無縁塚周辺の不可視の境界。不可視の境界って見えない、なんか境界ってそっちなんだねって思っちゃったこっちがいますけれども、なんかあったりするかもしれないんで何も突っ込まんでおこう。名前設定じゃないで、今回はこちらのパーティーの前にまずは敵の属性だ。敵の属性断りが8、闇が6で、霊が5の木が3の地が3となっております。まあちょっと闇対策はねあんまりしてないっていうのが実情となっております。闇の属性ね、あれなんですよ、盗属性、虫属性、粘属性なんで、今回盗と虫じゃん、盗と粘かしか現状入れてないですけれども、フリーザをチェンジャーに変えてもいいか。これは話してる間にどんどん変えてくっていうスタイルですけども、まあ、こんな感じのパーティーとなっております。まあメインが断りということなんでね、断りと霊に対応できる感じの、霊属性または闇属性が、持ってるのが、サツキちゃんとあとは小笠ちゃん、フランちゃんのこの3名が断りと霊に対応可能で、闇属性がチルノちゃん、メーリンのチェンちゃん、こちらの3名で、木と地に対応できる氷属性持ちの、キャラクターとしてチルノちゃん、まああとは地属性特攻型みたいな感じで小石ちゃんと、木属性特攻型としてのフランちゃんという形となっております。あ、霊属性一応ギラティナもいましたね。ということで、いきましょう。メンズカ周辺不可視の境界、ナイドルナティックスタートです。はい、ということで始まりました。こんな感じでねやるのはいいですけれども、なんか敵の数もちょっと前と比べれば多い気もしますけれども、やはり多いと思うのはアイテムで、メリー、チビリン、チビスミレコ、メリー、なるほどなるほど、まさかのですね、進化なし。じゃあちょっと手に入れておきたいな。どうしよう、岩。炎なんてどこも書いてなかったぞ、チビリン。メリー、虫って感じで、虫が出てきてますけどね。まあ、持ってないんで、そちらのところは、粘属性で代用するとして、シャドウダイブ先生。青に赤に、フェアリースプーン。倒れない。倒れないですか。まあ、しゃあない。しゃあないとしよう。痛い。先制技シャドウダイブ。こっちが、盗属性なら当該で通るから。盗の面、シャドウダイブ先生。ギラティナがやりの濃い、オッケー。オッケーですね。さあ、とりあえず一旦戻って、メリーちゃん仲間にしましょうか。マイページ。マイページに戻って、久しぶりに。死ゆアイテム使用で。オッケーですね。はい、メリーをゲットいたしました。世界。もう 1.5 倍速でね。めちゃくちゃやってる中でもこんな感じにねちょこちょこゲットはしていきますからね。最近あんまりキャラクターをゲットしないんですよね。現状のキャラクターで大体なんとかなるし、チビナルミ、スミレコちゃんの毛玉団子さん兄弟。イントネーションがおかしかったけれども、まあいいや。鋼持ちなんで、火ぶっぱと、あとは霊と粘属性と確か毒と鋼毒もねえし鋼もねえよ。粘属性なんてどこにも呼ばれてなかったじゃんよ。抵抗されない属性でいきましょう。木属性、知らない奴らがいつの間にやらいるって怖いですね。なんかしれっと火属性もさっきおりんちゃんいましたし、しれっと参戦するのやめてもらいたいですね。むしろなんか出るなら敵の属性よりかはなんかこの系統の敵が出ますって言ってもらった方が本当に前情報があるならありがたいですけれどもね、まあ、そこまでやると親切っていうことなんでね、文句は言えないですけれども。さあということで、レンコちゃん、チビンのゆかり様ですね。ゆかり様には盗属性がめちゃくちゃよく効く。どうしよう。盗属性、水属性。で、残りは速度。うまいことじゃあ順番でやれたならばっていう感じでやりましょうか。盗属性、水属性、all is vanity。はい、一発食らって、全体攻撃、耐える。痛い。そっか、闇は敵からも来るのか。食らったらでかいんだよな、そういえば。すっかり忘れてた。
えー、岩、水、いや、ストップ。いけるなら、これはいけるな。水をこっちにやって、交代しなくてもいい。もう無属性、ブランブリーは打つと死ぬからね、キャッチやろう。反対攻撃を打って、打って、打っての。オッケー、じゃあもう、ついでなし、皮膚クラブ二人とも仲間にしましょうか。こちらはね、二人揃ったら火力を発揮するメンバーなんで、揃えられてよかった。よいしょ。とりあえず仲間にしていきましょう。進化石もないみたいなんで、そのままね、運用するならできますね。さあ、ちょっと、いつも以上に時間は取られてますけれども、ハキハキといきましょう。すでにね、被害者1名ですけれども。被害者1名って、まあ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 、戦い潰したあげく、また復活したら戦いって言ってるあたり、ね。どちらかというとブラック。どちらかと言わなくてもブラックか。あとは岩と、金属性かな。このね、団子さん小玉のやつが結構厳しいんですよね、見た目的に。粘属性ってそれだけでね、なんか厄介な気がしますね。なんか、その粘属性を苦手意識してるっていう点もあるのかもしれないですけど、弱点少ないわ。で、しかも、鋼と毒ってあんまり持ってるキャラクターいないんですよね。なんか、いるって分かって、鋼と毒を持ってきたらいいんですよ。その段階はいいんですけれども、今回のように、いるとは言われてないのにいる場合だと、もう途端に迷惑、極まりない存在となり得るんですよね。なのでちょっと、粘属性は、やだ。あと、属性複合的なものがあればいいんですけれどもね。こだまって単体で来るんで、そんなに威力のある攻撃とかはしてこなさそうなんで、見た目からして。すっごいのばばんとしてるじゃないですか、こだま。こだまじゃない、毛玉だ。ん？毛玉だよな。こだまじゃないわ、毛玉だよっていう。で、全、ほとりがいるから、貴族性。あとは、貴族性がいるから、貴族性。粘トレー、ゾンビフェアリーちゃん。鋼トレーダー。交代しましょうか。霊属性、イラーティナ、シャドウダイブ。ブランブリーローズガーデンダルメントメント。シャドウダイブ？あ、そっか、ブランブリーは禁止特攻持ちか。そっか、そっか。じゃあ、イラーティナ死ぬ間際ぐらいまでダメージは食らってくれた方がいいのか。どうせメインとして据えてるのが先制技のシャドウダイブなんで、威力が上がる先制技だとかなり優秀になりますね。そっか、そうか。しかも、神と霊属性や弱点となる技、案外少ないんですよね。ラン様、毛玉のチミス、チビスミレコ。毛玉はいいや、ランサマ。氷がよく効きますの。氷。断りに木は半減も何もされないか。で、あとはじゃあ水でもぶちかましましょう。氷、木、水。はい、先生技。もう一回。耐えるけど、止め。よかったよかった。いやでもランサマに地面がついてるから、遠灰で入ってくれて助かりましたね、ブランブリーローズガーデン。あれ多分攻撃されるとかなり厄介だぞ。進化部分もそうなんですけれども、なんか印象的に神タイプ持ってるキャラクターって神以外の属性もね、派生して持ってるっていうなんか記憶がありますね、結構。ギラティナとか例外はありますけれども。さあ、霊属性なんで霊。あとは、水と氷かな。さあ、ギラティナはまず、出陣からのシャドウダイブ先制攻撃のオーバーザレインボーのパブリックフリーズ。はい、一回、全体攻撃なんですけれども。画面がちょうど小笠ちゃんが消えた時に止まってるね。気づいた瞬間ちょっと音でかくなるかもしれないんで、お気をつけくださいということでね。動きが遅いよ。遅っ。え、こんなに止まらなくて止まったっけ。あれ、びっくりした。あー、カットしてもいいけど、カットを下手にすると BGM 切れたりするからあんまり良しとしないんですよね。先制で殴る、交代で、あ、てかさっきのギラフィナ交代する必要なかったな。で、パーフェクトフリーズ先制。先生、オッケーですね。禁止速攻の値が微妙に増えてますね。10% から 15% に増えてる。ありがたい限りですけれども。さあさあさあ、第3回層、やっとですね。お、これまたなんかすごい、一直線になってる、やつですけれども、敵が逃げている。逃げないでください。ね、今から殴りに行くから逃げるなっていうところも、まあ、それはそれでおかしいような話ですけれどもね。水。霊属性？貴属性。水冷気。おっとっと、水冷気で。こちらのキャラクターは、霊属性、気属性、水属性。はい、霊で抜群取って、全体。水が効かない、そんなに。やばい、こう一緒に打たれるとかなりまずい。まあまあまあ、いいよいいよ。そこならいいよ、シャドウダイ。霊持ちだから、メイリンは使えませんし、ブランブリーローズガーデン。まあ、シャドウダイでは終わるでしょう。禁止特攻の値がどんどん増えてますね、21からね。先制技の威力が 20% 以上上がるっていうのはかなりでかいですね。それで火力の面も考えても優秀だ。さあ、とりあえずアイテムを回収しておきたい。敵の目の前で厳しく返しましたけど、まあまあまあ、そこはしょうがないとしましょう。どうせ倒すし、連呼フェアリー、ゾンビフェアリースミレコ。
ね、全体攻撃、霊属性、あとは、木属性かな。さあ、誰もいなくなるか。シャドウダイブ、ブランブリーローズガーデン。シャドウダイブをやって、誰もいなくなるかをやって、ブランブリーローズガーデン。オッケーですね。オッケーオッケー。一応、粘属性と組み合わせると、嫌なのは神タイプな気がしますけれども、今回に至っては神タイプ、いますので、技使えるキャラクターも氷属性も。まあ、そこまで苦労する相手ではないんですよね。いないとき出ると、本当に神もね、粘も厄介。さっきとほぼほぼメンバーが変わってないじゃないですか。ラン様が変わったぐらい。霊属性。で、あとは岩だから、氷でいいのかな、こちらは。まずは、先制シャドウダイブ、ブランブリーローズガーデン、パーフェクトフリーザ。シャドウダイブ、パーフェクトフリーズ、ブランブリーローズガーデン。いや、ゾンビフェアリーやっぱ耐えましたね、かなり。あれってか、サツキリンレベルアップ、死んでても経験値入るんだ。へぇ、それ初めて気づきましたね。ということで、いきましょうか。不可視の境界第3回総ボスですと、どうなるかな、誰が出るかなと。さあ出てきたのは、レンコ、メリー、イサミ、イサミ。残念ながらごめん、この子知らないっていうキャラクターがいますけれども、でも名前のところに数字がついてないのを見る限り、この子もこれ単体でっていう感じだと、なのとすごい、なんか手にビール持ってんの見えるな。酒は二十歳から。どうしようか。木属性がすごいよく入るかと、あとは断るの属性と闇持ちの複合なんで、粘属性技か。で、一応残しておきたいから水。ブランブリー、パーフェクトフリーズ。で、こっちは大技連合。死なないかな、死んじゃないかな、心配だ。お、凍った。ドン。オッケー、ナイス残し。しかも凍ってる。いいですね。まあ、どうせ凍ってる云々もありますけれども。念には念を入れて先制技を入れまくりましょう。はい、バンバン。オッケーですね。じゃあ、ついでにこの子も仲間にしましょうか。クリア報酬が、飛風石が、1、2の30個ですか。はい、ゲットですね。で、水流道。新しく解放されたステージは、レベル80。でかい。精霊石、ハードビール、あ、竜のヒゲですか。風力石は多分換金アイテムだとしても、換金アイテムか。風力石普通にいるか分かんないな。まあとりあえず、まずは忘れないうちに仲間にしましょう、イサミさん。さあ仲間にしました。呼び出した段階から酒酔ってるって何なんでしょうかね。完全にもう日常生活してる中でね、呼び出した感じで。売却用アイテムの中にあるかな。風流石、あ、風力石か。風力石ありますね、6個。まあまあ上位の換金アイテムではありますね。はい、ということで仲間に新たにしたのが、こちらの2人ですね。メリーとレンコちゃんの、あとは水と木属性の複合っていうのも珍しいですね。イサミちゃん、黄昏の怪物 OL。 まあしょうがないか、日常生活の中でストレスがいっぱいあったんだろうね。キャラクター知らないから言うだけ言うっていう。あ、先制攻撃持ちだ。でかいですねそれは。そして威力高っ、120。先制の水技持ちですか。優秀ですね。で、こっちが自強化が多いですね。でも断りと闇と風、三属性持ちなのはいいですね。でこっちが、お、断り先制だ。で速度強化の攻撃強化。なるほど。でもやっぱ全員優秀は優秀ですね。使おうと思えばいくらでも使えそう。まあ強化がね、他のキャラクターが強化
ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。